どうも皆さんこんにちは、ミステリー作家の七尾よしです。本日も映画レビューをしながら、当チャンネルは映画レビューがメインでゲーム実況は少なめになっております。そして今日はね、黒いおっさんタップ刑事でプレイしていきましょう。映画ソーに出てくる刑事さんですね、タップ刑事。わあ、早くもね、今日のお相手が判明いたしました。今日のお相手はナース。いきなりワープしてくるね、恐ろしいキラーなんですよ。上級者が使いこなすとね、相当に強いキラーなんで、ちょっとね、今日も苦戦がね、予想されますな。近い近い、うわー、近くにいるっぽいよ。はい、というわけでね、早速ですけど、今日もね、新作映画を1本レビューしたいと思います。今日レビューする映画はキュクロプス。ゴールデンウィークに公開がスタートした本作は、夕張国際ファンタスティック映画祭2018にて、シネガワアワードと北海道知事賞の2冠を果たした、自主映画作品なんだそうですね。それだけに好き放題やってやる的なエネルギーに満ちた作品になってました。そうね、ちょっと前にレビューした三崎の兄弟ね、まああれとは内容やジャンルは全く違うんだけど、でもなんていうかな、同じ匂いっていうんですか、このね、ほとばしるエネルギーはね、やっぱ自主作成映画、自主映画独特のこう香りを放ってますね。ちょっとロッカーに隠れてやり過ごしましょうかね。おそらくバーベキュー&チリ持ってる。こうやってロッカーに隠れていれば位置バレはしないんですよ。4秒間入ってれば大丈夫。さあ、これでね、位置バレはしなかったんで、とりあえずどうしようかね。なんとかね、これ直しちゃいましょうか。まだルインの呪いもかかったままなんだよね。この映画、大場監督は今までに数々の監督のもとで助監督を務めてきた人なんですよね。まあ下積みが長いのかな。受賞時に、受賞の時のスピーチにね、今4ヶ月の子供がいて家計が苦しいみたいなことを言ってたそうなんですけど、いや、愚直に夢を追っている人が手掛けた映画っていう感じがしましたね。それにしてもあれだよね、日本って国はこう映画だのアニメだの小説だの、この手の夢を追っている人たちはみんな揃って貧乏ですよね。まあこういうね、下積みの長い人たちが手掛ける作品は傑作多いんですけどね、どうしても作風が貧乏ったらしいっていうかさ、新規臭くなっちゃうのはもうこれしょうがないのかな。この手のね、下積みの長い監督さんが手掛ける映画って全体的に華やかさに欠けますよね。それだけに、それまで映画畑で地道に培ってきたスキルというのかな、自主映画ながら低予算でもちゃんと見せる作りになっていて、地味ながらも引き込まれる一作になっておりました。ただね、公開規模がやったらと小さくて、今のところ上映されているのはテアトル新宿一館だけです。サイトを見る限り、公式サイトを見る限り、いや今後もね、地方の方で劇場公開される予定はあるんですけど、かなり少ないですね。なかなか見応えがある一本なのに、ちょっとこの公開規模はね、もったいないなと思います。前回ジャッキー・チェン主演のフォーリナ復讐者をレビューしたけど、内容はジャッキーらしからぬ重くて暗いリベンジものでしたよね。爆弾テロに娘を殺されたジャッキーが復讐の鬼と化すストーリーでした。本作も最愛の妻を殺された夫が犯人に復讐を誓うという、まあ、同じリベンジストーリーになっています。さあ、何度かね、レスキューしたいところ、すぐそこにいる。 OK、 離れてくれた。心音が聞こえない。よし、このまま突っ込もう。さあ、ネアちゃん逃げるよ、逃げよう逃げよう。お、大丈夫か。あ、だったら治療しちゃおうか。2人で治療した方が早い。そうか、タナトフォビアがついているのか。
さ、これでね、治療完了。どうする？修理進めていきますかね。でね、ストーリー簡単に説明しましょうか。主人公は池内万作さん演じる篠原。彼は妻とその愛人を殺した罪により裁かれてるんですね。でもやってない、誰かに落とし入れられたんだと主張するんだけど、結局ね、実刑14年も食らっちゃうんですよ。服役を終えた篠原は妻を殺して自分を落とし入れた犯人に復讐するために事件が起きた町に戻ってきます。怖い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 。はい、なんとかね、巻いたようですね。で、そんな彼はね、服役中に事件の捜査を担当した松尾という刑事から真犯人を聞かされるんですよ。彼はね、独自に捜査していたみたいなのね。真犯人はヤクザの若頭である財前という男。篠原はその財前を仕留めにこの町に戻ってきたというわけなんですね。松尾は篠原に西という青年を紹介します。彼は松尾の情報屋で敵である財前の舎弟だというんですね。西はね、ある事情からまあ財前をね、殺したい、消したいと考えているんだけどね、まあ、自分では手が下せないから篠原をサポートするっていうわけなのね。彼は拳銃を調達してきて篠原に射撃をね、教え込むんですよ。まあ、篠原って一般人ですからね、拳銃なんか撃ったことないから至近距離からでも的に当てることができない。まあ、そうやってね、弾も調達してきた彼に、廃墟のビルの中でね、射撃訓練をね、教え込むんですよ。で、刑事の松尾も裁判で裁けないなら、まあ、被害者が手を下すしかないとね、復讐を指示してくれる立場なんですよ。彼も刑事として篠原を無実の罪でね、収監させてしまった忸怩たる思いがあるわけです。だから彼はね、うわー、うっそー、逃げろ逃げろ、逃げ切れるか。いやいや、もう一回家の中に入りましょう。そして2階に突っ込む。うわ、そう、救急キット落とされちゃいましたね。拾う暇がない。ああ、いやー、このナースね、フランクリンつけてましたね。救急キット落としてしまった。で、この松尾って刑事は刑事という立場でありながら、まあ、捜査資料を篠原に流したり西を紹介したりして、積極的にこの復讐に加担してくれるようになるわけですね。とはいえ、やはり刑事っていう立場もあるんで、あまり表立ったことはできない。だから篠原が軽率な行動を取られるとね、ちょっと困るわけですよね。で、ある夜篠原は人恋しくなったのか、ふと近場のバーに立ち寄るんですね。そのバーにはルドンの絵画、キュクロプスの絵が飾ってあって、これは一つ目の巨人を描いた作品なんだけど、まあこの映画のタイトルにもなっているんですね。さあ、この絵画はね、一体何を意味しているのかはさておき、このバーのママがなんと殺された妻に売り二つだったんですよ。驚く篠原だったんだけど、なんとこの女性、よりによって敵である財前の愛人でもあったんですね。怖い怖い怖いよ。バレてないよね。オッケー。このね、このバーのママが殺された奥さんにそっくりな上に敵である財前の愛人であることがわかるんですね。で、ぶち切れた篠原は店でママにセクハラをしていた財前の部下たちをボコボコにしてしまうんですよ。で、それを知った松尾と西は軽率な篠原の行動に不信を抱いて、俺たちはもう降りるからって言い出すんですね。で、なんとか篠原は2人に謝って引き止めるんですけどね。いや、こっから先なんだよ。こっから先、もう事態はね、
思わぬ方向に転がっていきます。それがね本当にすごい。はい、日本映画なんだけどテイストは韓国映画にかなり近いと思います。韓国にはリベンジ映画の傑作がたくさんあるけど、そのドス黒さでは本作も決して引きを取っていません。主人公を演じた池内万作さんの存在感が、なんだろう、あのね、オールドボーイと、韓国の映画ね、オールドボーイとか親切なクムジャさんとか悪魔を見たといった、まあ、韓国の傑作リベンジ映画に出演していたチェ・ミンシクにかなり似てますよね。この人、復讐に燃える男を鬼気迫るというか、もはや異様性すら感じさせる演技で見せてくれてます。他にも刑事松尾や彼の情報や西、そして敵であるヤクザの若頭財前を演じた役者さんたちも主人公にまるで引きを取らない演技で、それぞれが強烈な存在感で印象を残してくれてます。さあちょっとね、トーテム壊してる暇ない。あー、またやられちゃったか。篠原と彼をサポートする松尾と西は最初は打ち解けないんですけど、財前殺害という一つの目標に向かっていくうちに心を通わせるようになっていくんですね。特に西という青年、最初は何ともつかみどころのない口の悪いチンピラって感じで篠原と反目し合っていたんだけど、微妙に共感し合うようになって、なんていうのかな、疑似兄弟のような不思議な絆が芽生えてくるんですね。途中からね、いい感じのバディーものになっていくんですよ。ナイスレスキュー。さあ、また見つかっちゃったかな。もうまだね、呪いのトーテムは、呪いのトーテムすら破壊できていない。やっぱりね、高ランク、ある程度ねランクが上がってくるとナースが強くなってくるんですよね。さあ、逃げ切れるか。なんとか、怖い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 、 OK、 なんとか巻けたかな。いや、まだ足跡追われてるっぽい。あちゃ、見つかった。追われてた。やばい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 。さあ、なんとか、どう、負けたか。怖い怖い。あダメでした。でね、この映画ね、終盤に向かっていくに従ってね、いやー、これがさね、いやー、そこから先は映画の評価額をつけてからレビューしましょうか。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価をつけていきます。映画キュクロプス、評価額はズバリ1400円です。これが優秀作。いやいや、これは思わぬ拾い物でしたね。ぶっちゃけ自主映画と聞いて志だけが高いチャチな映画なんだろうってね、舐めてました。本当にごめんなさい。ありがとう、みんちゃん。逃げるよ俺。いや、本当ごめんなさい。かなり面白かったです。とにかくこの映画、先の展開がね、まるで読めないんですよ。主人公の篠原があまりに危なっかしすぎて、もう大丈夫なのかよって。冤罪で長期間にわたって刑務所でしたから、破滅的なメンタリティなんですね。もうね、自暴自棄。彼をサポートする刑事松尾はともかく、情報屋の西も何ともつかみどころがなくて、いや、何を考えているのか最後の最後まで分かんないんですよね。読めない。で、そこからね、もうちょっと斜め上というレベルの展開に向かっていくんだけどね、いや、こんな展開読めるかーってなもんでね、ちょっとびっくりな方角に話が転がっていって、最後の最後まで目が離せません。復讐劇といえばジョン・ウィックみたいに鮮やかにターゲットを仕留めていくものや、韓国の一連のリベンジ映画のように
ただひたすら残虐に相手を痛めつけていくものが多いんだけど、本作はね、そういった感じではね、ないんですね。さあ、一か八か。逃げるよ。さあ、逃げる逃げる逃げる。まだね、トーテムも破壊しきれてない。いや、主人公の篠原は、復讐の炎を燃えたぎらせている割に、途中で恐怖で泣いそうになったり、そのくせ自暴自棄になって計画を無視して相手のもとに乗り込んでいったりと、まあね、一貫性が保てない危なっかしさを持ち合わせているんですね。殺害の準備は着々と進んでいくんだけど、本当にこのメンバーで無事に遂行できるのか心配になってしまうんですよ。もちろんそれは一筋縄ではいかないんだけど、これがね、想像以上にとんでもない展開に突入するんですね。もう何度も言ってますけど、ほんとすごい。脚本がよく練られていて、そこんじょそこらのミステリーやサスペンスなんかよりずっと面白いです。それ以上に役者さんたちがうまくて、最初から最後まで緊張感や緊迫感が途切れることがありませんでしたね。この手の自主映画は先ほどの三崎の兄弟や去年大ブレイクしたカメラを止めるなのようなパワフルで異質というか異様なエネルギーに満ちた作品がたまに出てくるのでバカにできません。いや、最もほとんどはバカなんですけどね。さあ、これはもうね、ハッチ案件ですね。ってハッチの音がするじゃん。おラッキー、さよなら。はい、というわけでね、今回は綺麗に脱出することができました。やっぱ最後の最後でね、あってハッチが出てくるのはとてもね、もう最後運だよね。ここまで来ると今はブラッドポイント2倍デーなんですけど、この動画がアップされる頃にはおそらくブラッドポイント2倍デーはね、終わってると思います。で、あれ始まるのかな、エンドゲームコラプスで。このね、今回の映画なんですけど、キュークロプスでしたっけ。この映画ね、小規模公開で埋もらせてしまうにはね、ちょっともったいないと思うんですね。いや、なかなかね、面白い映画なんで、口コミで広がってもうちょっと拡大上映されるといいなと思います。この動画の概要欄に過去の映画レビューのリンクを貼り付けておきますので、そちらもぜひチェックしてみてください。そして当チャンネルでは今回のように新作映画をなるべく早い段階でレビューして皆さんの映画ライフのお役に立ちたいと思いますので、チャンネル登録・高評価のほどよろしくお願いいたしますね。というわけで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。もしこの動画を気に入ってもらえたら高評価をお願いします。チャンネル登録は下のアイコンをクリック、 iPhone やスマートフォンの場合はタップしてください。よろしくお願いいたします。